中山競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。マイネルラグリマ、これは好スタート。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してマイネルラグリマ花に立ちます。その後ろからは愛のイメージ、この馬も上がっていく構えです。さらには東証キッド、漆黒の馬体ルルージュ、その後ろでは前の方からマイネルラグリマ先手を取りました。その後ろからはデイスイフト、その隣にアロハエンゼル、その横に東証キッド、その外からルルージュ。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。1番人気のダノンバラード中段につけています。ルルージュ、前走からは久しぶりのレースとなりますが、今日はどういった競馬を見せてくれるでしょうか。では前の方からマイネルラグリマ先手を取りました。その後ろからはデイスイフト、 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方からマイネルラグリマ先手を取りました。これに続いてアロハエンゼル、その隣にデイスイフト、少し間が空いて愛のイメージ。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前はマイネルラグリマ、デイスイフト、先頭に襲いかかってきました。アロハエンゼル、3番手ダノンバラード、まだ来ない。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はマイネルラグリマ、4コーナーをカーブして、さあこれからです。マイネルラグリマ先頭、残り 200m、 先頭はオーロララッキー、先頭はオーロララッキー、オーロララッキー、先頭ルルーシュ追いすがります。オーロララッキー1着、オーロララッキー1着、2着にはどうやらルルーシュ、これが G1 馬だ。オーロララッキー